いやー、上野動物園は多いな、やっぱ人が。まあ、大体ど、あ、日曜やからな。とりあえずね、上野動物園着きました。現在着きまして、今休憩中でございます。休憩中です。ご覧の通り、先ほどですね、ジャイアントパンダのが何分待ちやったっけな、あれな。いや、2時間、あ、そっか。14時40分やから。あ、でもそんなでまか、まあ、そんなに待たなくてもいいかもわかんない。今15時やったから。今3時やろ。あれ、意外と待たなくていいかもわからんけどな。20分も同じ体勢でいるっていうのは厳しいもんがあるで。20分待ちぐらいかもわからん。20分待ちはちょっと厳しいかもな。ちなみにあそこに、こっちか、あれあれ、こっちか。ちなみにあそこに見えるのは五重の塔です。また幼女探してる。いきなりインカメになるとビビるわあそこに見えるのはあれ、五重の塔ですね。あの上野動物園の名物のあの五重の塔です。てかマジあれ、なんの塔やな。え、本当にあれ五重の塔じゃないの。あれ、五重の塔ってあるよな。どこやった、京都あたりちゃうか、あれ。え、あそこにあるのマジ五重の塔、まさかの。あれ、ちょっと誰か詳しい人知ってる、あれ五重の塔か知ってる。あれ、五重の塔ちゃうの、あれ本物のユッキーの顔の方が五重の塔よりでかい。あれ、五重の塔なん、あれ、上野動物園のにあったん、五重の塔って。え、上野動物園の園内にあったの、五重の塔って。どんな限定的な、あれ、あれ何、え、五重の塔ってあの上野の動物の園内にあったん。明らかに動物園内にあるな、あれ。え、マジ上野のさ、動物園の中にあるんだけど、五重の塔。俺ずっと京都とかに五重の塔って言ったら、京都とかなんか金閣寺とか銀閣寺と一緒に京都かなーとか思ったけど、あれ五重の塔やろ、あれ見た感じ。中に入れる、入れるんかな。恐竜なかったね。え、マジで上野動物園の中に南関永寺の五重の塔じゃん。じゃあ五重の塔って言ったらそれぐらいしかないんじゃん。え、上野にあったの五重の塔って。しかも動物の園内にあるの、これ。上野動物園の園内にあるの五重の塔って。
マジで。それ生まれて初めて知ったで。大量生産か。大量生産しとるのかな。なんかあっちに金閣寺っぽいのもあるで。何か動物まだ見てない。あのなんかどっかの人が言ってたけど、あ、ホッキョクグマがいるらしいな。東京にホッキョクグマがいるらしいぞ。上野動物園になホッキョクグマがいるらしいで。誰かのタレコミ情報によると、タレコミ情報によるとホッキョクグマがいるらしい。あのいわゆるさ、シロクマとかじゃなくてさ、ホッキョクグマがいるらしい。いる？マジで？そう、本当かよ。絶対嘘だろ。さすがに釣れねえぞ。お前26度、今26度ぐらいやで。お前さ、気温26度のところにさ、ホッキョクグマ入れてさ、死ぬだろ。絶対死ぬだろ、北極のクマがお前いたら。死ぬで。確定で死ぬで。暑すぎて確実に死ぬと思うけどな。今は園内のベンチ。なんかね、リトルタンクとかいう、なんか、ぬいぐるみとか売ってる店の近くのベンチ。休憩中やで。ゾウいるの？ゾウがいるってことはキリンぐらいはいるやん。まあキリンはほぼ 100% いると思うねんけど、キリンは絶対いると思うけど、ゾウもいるんかな。まあいるか、分からへんけどな。あ、トラもいる。あのホワイトタイガーとかいるって聞いたけどな。ホワイトタイガー、オカピ、オカピ。何オカピって。ユッキー大好きな爬虫類もいる。マジで爬虫類もいるって。爬虫類で何だか分かる？うわ、分かってねえよ。爬虫類ってトカゲとかヘビとかの仲間やで。爬虫類もいる。あのドラゴン的な、あのこのコモドドラゴンいるん？もしかしてワンちゃんコモドドラゴンいたらすごいんやんけど、あのコモドドラゴンっていう、子供ドラゴンじゃなくてコモドドラゴンっていう、すげえでかい、体長2メーターぐらいの、あの爬虫類が確かどっかにいるはずだよね。オカピは動物だよ。あ、動物なんだ。爬虫類って何がいんの？あれ、コモドオトカゲ。コモドオトカゲですか。まあでも有名な爬虫類って言ったら、お前コモドオトカゲぐらいしか知らへんけどな。分からん。ちょっと俺そこら辺行ってくるわ。ちょ、これ見ててね。あた、ほらほら、ぬいぐるみあんねん。ぬいぐるみ、キリンのぬいぐるみと、あとなんだこれ、なんだこれ、これ月のワグマじゃないし、これなんて言ったっけな、忘れた。ライオンもいるぞ。
パンダ、ゴリラ、まあ大体あれやな、パンダやな。あ、レッサーパンダか。レッサーパンダの風太くんいるのか。え、何、これラスカルじゃん、アライグマ。ラスカルじゃんこれ。あ、違った、キツネだった。アライグマラスカルじゃなかった。カメ、カメいるのかな。あ、ペンギン。あ、ほらこれかわいい、めっちゃかわいい。このなんだっけ、これなんつうんだっけな、このアザラシ。アザラシやねんけど、あ、ゴマちゃんか。あ、ゾウもあるから、ゾウもいるんやろな、結局な。こっちにする。これなんだこれ。あ、フクロウだ。あ、フクロウかわいい。フクロウかわいいな。ぬいぐるみあるやつはいるだろ。あ、でもホッキョクグマいないで。おい、誰だお前、ホッキョクグマとか意味不明なこと言ったやつ出てこい。本当にホッキョクグマいるとか確実に嘘だろ。何これ、上野動物園の、なんだこれ。あ、飴だ。うわ、飴。おい、ホッキョクグマのぬいぐるみねえぞ。誰だホッキョクグマいるとか言ったやつ。あ、これパンダの赤ちゃんじゃん。うわ、重いし。うわ、ピンク色。あの、生まれたばっかピンク色なんやな。で、今なんかさ、JK らしき2人にさ、なんかさ、あの、適当にリポートしてたらさ、あの、ガン見されたんやけど。怖いなぁ。あれ、これホッキョクグマちゃうな。これハムスター。これホッキョクグマいる？ないぜ大体。あ、ハリネズミ。うわ、ハリネズミいいなこれ。ハリネズミ。あ、カピバラだ。カピバラ、カピバラ。カワウソ。あ、カワウソも可愛いよな。カワウソ、カワウソも可愛いな。あ、ヘビだ。ヘビ、シマヘビ。キリンもいる、キリン。おい、ホッキョクグマいねえぞマジで。ペンギンとかいるけどホッキョクグマいないじゃん。ホッキョクグマ、ホッキョクグマいないぞ。本当かよお前。絶対いないだろ。ほら、白フクロウとか超かわいいんだけど、すげえ、これで2000円もする、高っ。これで2000円もする、すげえ高えぞ。お前、あ、ヘビ、ヘビ、ヘビ、なっげえ。これ、あれ、俺のあれよかって長いぞ、これ。俺のあれよか長いぞ、確実に。これ、確実に俺のあれよか長いぞ。俺のあれ16センチやからな。16センチやからな。うわ、本当の大きさ、パンダの子だって 147g。 うわ、すっげえ重いね。うわ、これで1728円もする。高っ。マジクソ高いわ。ユッキーのミルアームより長い。はい、おつ。俺ちなみに直径5センチあるからね。君には負けないよ。君には負けないよ、太さなら。食い物はね、基本いらんねん。食い物なんて残らへんからいらんのよ。もう全部消化するから。食い物なんていらん。なんか、ね、物質でね、残るものがいいね。物理的に残るものをね。ちなみに明日彼女の誕生日なんで、そのあれですね。それに、あの、買います。あの、彼女の、明日彼女の誕生日やから、それ用に買うわ。何しようかな。おい、お前ら何だったら喜ぶと思う。
なんやったら喜ぶと思う。昔行った時コップ買った。あーコップか。まあコップは確かに日常的に使うわな。俺あれやで、あの障害者手帳を見せたらただやったで。お前あれやぞ、俺の俺とあの付き添いで、あの二人でただ、入園料ただだったよ。俺がねドヤ顔でね、あの精神障害者手帳見せたらドヤ顔で取ったわ。はいただです。うわなんだこれ、クパしとるげ。なんかパンダのお腹がクパしとったわ。え、コップがないねん、コップが。これなんだこれ。タオルもいい。あーなんかだよな。あ、これコモドオオトカゲ違う？あ、オオサンショウウオだった。オオサンショウウオいるみたい。これだいたい両生類やし、爬虫類ちゃうで。あ、アリクイもいるみたいやな。アリクイもいるみたいやな。コップが売ってねえな。何を送ったらいいと思います？ショップの中、こういうキーホルダー的なのはどう？あーなんか微妙やな。キーホルダー的なのは微妙。あ、本当だ、コップあるじゃん。コップ、マグカップ的なやつ。ミニグラス。うわ、プラスチックタンブラーや。うわ、これはいらへんな。こんなさ、これやで、このプラスチックはいらんわ。もっと質量感あるやつ欲しいよね。こういうの。そういうのか。うー疲れた、痛い。よいしょ。あだだだだだ、足あだだだだ。あーだ、あ、空になったね。失礼できるよ。よし、ちょっとずつ、5時が閉園やから、ちょっとずつやるで。ちょっとずつ行くで。そんなに急いで急がば回れって言うから、急がば回れって言うから、基本的にあのとろーく行くで。とろーく。5月20何日じゃあ行くで。ちょっと待って、トロークいくで。トロークいくで。じゃあどっち、あそこになんかいるらしいと。なんかあそこにいるらしいと。またダメ。あ、
あっち。あ、お店でも見てる？なんかいる、あそこになんかいるらしい。結構あれやん。大丈夫？疲れてきてんの？お客様のお呼び出しをいたします。ひで、あき様、ひで、あき様、お年玉が届いてますので。え？何これ？うわ、バッファロー？バッファロー？あれ全然違う。ペッカリーってなんだ？ペッカリーペッカリーってのおいおいおい、ペッカリーって言うぞ。首はペッカリーだって聞いたこともねえんだけど。おい、首はペッカリーだって。これ何かこれ？イノシシじゃん。イノシシだ。じゃあいるかも。イノシシ、イノシシ。携帯電話が届いております。でっか。携帯電話が。バッファローかと思った。いや、でっけえ。え、ちょっと待って、めちゃくちゃでかいで。総合案内所までお越しください。イノシシであのでかさでしょ。ライオンよがでかいで、確実に。確実にライオンよがでかいで。ひえ、これ首はペッカリーだって。あのイノシシっぽいやつ、恐ろしくでかい。俺の多分10倍ぐらい質量あるぞ。うわ、なんか鹿だ。鹿みたい、鹿みたいな顔してる。え、かわいい。あ、見てる見てる見てる。鹿みたいだね。うん、お母さん、あ、鹿みたいな顔してる。あ、見て。うわ、でもでっか。恐ろしいほどでかいぞ、あの親。あんなん体当たりされたら一瞬で吹き飛ぶぜ。ひえ、すごい鼻息がすごい。バーンって言ってたよね、あの。ひえ、これはすごいわ。でも角は、あ、角あるじゃん。角2本あるじゃん。お客様のお呼び出しします。吉村翔介様、落とし物が届いておりますので西園池の旗門まで。お、恐ろしくでかいぞこいつ。やっぱりうちの子みたいだよね。あ、水牛的なやつかな、もしかして。ああ、水牛っぽいのかな。見た感じバッファローに一瞬見えたけど、角が2本あって、あれやな、ペッカリーやって。ペッカリーらしいぞ。ペッカリーなんて初めて聞いたわ。こっち行こう、こっち。すげえ。ペッカリーすげえな。子供は小鹿っぽい顔してるけどな。子供は小鹿っぽい顔してるけど。もうでかすぎてあんなの、あれやで。突進されたらず、骨バラバラやで。ひえー、すごいな。だってそもそもさ、背丈的にさ、もう俺よか上やん。2メーターぐらいやろ、この高さが。俺意外と狭い。いや、こっちもある。まあこっちもあって、こっちもあるから。あっちの奥にもなんかあるけど、いや、ないか。うわ、怖え！あんなの、あんなの襲われたらひとたまりもねえわ。ひえ！化け物やで。こんな化け物初めて見た。
ひえー、すごいなこれ。これさ、普通にさ、この檻っていうかさ、この目の前のさ、柵さ、耐えたりされたら普通にぶっ壊れるぜ。本気でぶ、あれ耐えたりされたら確実にぶっ壊れる。あっちになんかいるらしい。行こうぜ。いや、ちょこっと走って、体当たりされただけで死ぬで。ポケモンのあれやで、体当たりとかいう技で普通に死ぬで。噛みつくより弱い体当たりで死ぬで。あ、これリスかな？見た感じリスかな？リスかな？リスかな？ちょっと待った。こう、横にした方がいい？はい。ああ。あ、日本リスだって。こっち行こう。こっちこっち。日本リス。日本リス。おお、すごい！いた！おお、かわいい。なんて身軽なんだ。さっきのクソみたいな。恐ろしい化け物に比べるとあれやな、はあ、お、来た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 、はえー、あ、島リスとやっぱ違うんだな。島がないねんな。なんかあんまりちょっとパッとしない見た目やな。あんまりそこまで可愛いかっつわれると島リスの方が可愛いな、個人的には。こっちの檻みたいなのにも行く？あ、こっちもリスか。両方リスっぽいね。あ、モモンガか。あれ、違うな。鳥か？あ、鳥だ。あそこの、通ってんよ。あそことあそこが連結してんよ。そっち行く？かけす？カケスっていう鳥がいる。普通の鳥や。リス。お、なんだこの、すげえ。ほらほら。うわ、でっか。うわ、長っ、この青いの。おぉ、くっとるくっとるくっとる。くっとる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 。あれ、なんだろう。これ触れるの？無理か。あれ、ヒヨドリか。
うわ、すげえへばりついた。すっごい登ってる。いててて、足で。あー、いててててて。しびれてきた。なんかトンビっぽいな。見た感じなんかトンビっぽい。トンビっぽいあたり。なんか。おお、すごい。あ、意外とでかいんだな、リスもな。シマリスがちっちゃいだけかな。お、食っとる食っとる。食っとる食っとる。うん、ここ通っていくやね。こう通ってきて、こっちのやつと、まあ行き来してるってこっちゃな。ここほら、真上が、真上から糞が落とされる可能性が。出て出て出て。そう、糞が落ちてくる可能性が。お。なんか痒いな。うわ、なんか蚊に刺された蚊に刺された可能性すらある。視力 0.01 やんって言っけ。俺と同じやん。お客様に迷子のお知らせをいたします。5歳の青木俊太くんがお待ち。あ、あれヒヨドリやろ。あそこにいるの。5歳の青木俊太くんがお待ちです。お連れの方は。あ、上野動物園は初めて。今日は迷子多いな。クソみたいにおったからな。いるでよ。なんかうずらのでかいバージョンみたいなのがいるな。ヒヨドリ、ムクドリ、シロハチ、オナガ、オナガ、コジュケイ、クロスグミ、カイユ。うわ、刺されたわ。ほら、うわ、かゆー。蚊に刺された。
やられた。かゆ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 。あれは、五重の塔か。なんか、気持ち、足もかゆいな。うわ、なんか、うわ、かゆ。気持ち、足もかゆくなってきた。カモいるなんてさすが日本一の動物園だ。せや。蚊はマラリアであれするから媒介するから恐ろしい殺人鬼。もうちょこっち来て。黒つぐみだって。何これ。なんだか耳あけ。かわいい。あ、かゆい。ほら、刺されたかな。ほら。ほら、刺されたぞ。そう。しっしょー。コラスマトだって。かゆい。ハトみたいなやつ。うわ、なんかそこら中になんかあれやな、蚊がいる気がするな。俺の子供をビビらすなよ。悪い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 。すっげえ泣いてる。でもまだ6月入ってないのにさ、蚊に刺されるとか意味わかんねえよ。まだ6月入ってねえぞ。お前せめてよ、お前。15時40分やで。割ともう40分経ったパターン。ここ鳥ゾーン。鳥とリスやな。まだキリンとか見てへんで。まだ、まあ40分だから、5時に終わりやから、今3時40分やから、ちょっと休憩しっか。そっちに後ろに椅子があるから、休憩しようか。
あ、そういえばマップもらったんだった。あ、そういえば園内マップもらっとったな。園内マップ後でお土産あげるわ。俺いらへんから。大ちゃん嫌いな人は？うわー、鳩が乱入だ。そこ座るか。はい。ここ。行ける？こうして。かゆっ、すごいかゆっ。よいしょ、マップもらったんやったな。かゆっ、あーかゆっ、刺された。もう今日だけで3箇所は確実に刺されたな。あーかゆっ、うへー。今が蹴り感とかあんだよ。いや、さすがにあれはいないだろう。さっきオカピ見、あ、オカピ見てないか。あれ、なんだったっけ。バーバリーシープ、こっちかな今いるの。さすがにホッキョクグマはいらへんね。あ、いた、本当にいたし、ホッキョクグマ、ほら。ホッキョクグマとアザラシの海だって。本当にホッキョクグマいるのかよ。これ書いてあるだけで実はいないパターンやろ。おい、ホッキョクグマいるらしいぞ。誰か誰か嘘ついたと思ったら、あれあれ、本当にいるらしいぞ。今どこやろな。ここ出て、ここジャイアントパンダはスルーして、ん、今どこにいるんや。は、今どこ、こっちか、こっちから来たのか。ゴリラ、バードハウスやからバードケージ。リスとかおってんけど、リスはあれか、なかったことにされてる。ここやろ、この藤棚休憩所ってところに今いるの。ここ、で、さっき鳥がいたやろ。でもこんな鳥いなかったな、こんな鳥はいなかったな。バック多分左下、あ、五重のドアあったからここちゃうか。あ、これや、日本の鳥、ここや、今いるのここや、ここ。で、本当に五重のドアあったんや。五重のドアってあれなんだ、五重塔がある。本当に本当に五重塔がある。鹿、鹿なんてもうどこでも見えるで、奈良行けば 100% いるで。こんなん見なくていいわ、アホらしい。となるとあっちか、今ここにいるやんかな。あっち側に向かっていけば猿がいるな。北極グマちょっとあれやな。こう行ってそんなあれ。うわ、かゆい。かゆい。おい、車椅子、各入り口、総合案内所で貸し出してるらしいぞ。車椅子の方が楽ちゃうわ。嫌なの。めんどくせえな、女。めんどくせえ女だな。めんどくせえ女だな、マジで。めんどくせえ女だな、マジで。これはもう45分経ってやで。もうやべえぞ。あと45分と30分で終わるからな。うわ、かゆ。とりあえず、ホッキョクグマ一回見たいな。でも、どうやってホッキョクグマって生きてんやろな。かゆ。ひえ。で、さらにここをモノレール乗って、
モノレール乗ってこっちバージョンまで行くと、キリン、サイ、カバ、シマウマ、カンガルー、あ、カンガルーは見たな。ペンギン、あ、ペンギン、見たことある気がする。ペリカン。片道モノレール。だから両道だ。片道なわけないだろ。で、こう行くやろ。お、ほらほら、餌だぞ。ほらほらほら。ダメだ。頭いい。こう行くやろ。今ここ行って、こう行って、こう行って、ここ乗るやろ。モノレール乗って、ここ行くって、ここら辺見て、ここら辺から東京メトロで、東京駅の方に帰ると。どっちか乗って。ここからこう乗って、東京駅まで帰る。でも鳩はあれ黒いからな、もうちょっとやっぱ白ければな、割と可愛いんやけど、まあ、小汚いっちゅうイメージがあるな。黒いから、東京の鳩黒いから、もうちょっと白ければな。おい、アクエリス飲むか、うん、飲むか、それともトイレ行くか。トイレ行くか。トイレはどこやったっけ。あ、トイレあそこにある。いや、ぶたわられたら困るで、こっちが。こっちは困るからな。ぶたわれられたらこっちは困るね。水分補給はまめにせんとね。倒れたらお姫様抱っこ、俺あのあれやから、ぎっくり腰やからできへんですよ。無理やで。身長150未満っつったな。ってこと体重40キロぐらいか。体重40キロぐらいや。いや、50キロ、いや、45キロぐらいか。多分見た感じでいくと45キロぐらいちゃうか。彼女は何の動物好きなの？何が好きなの？あの、猫よか犬派らしいけど。かゆくそ。超かゆい。これ書きすぎるとな、俺のよくある癖で、書きすぎるやん。で、こう書きまくって血出るね。で、かさぶたなんね。で、またかさぶた剥がすね。いや、剥がして、で、また血出るやろ。それの繰り返し。俺、かさぶた剥がす癖あるから。あ、俺猫派です。この絵が何が好きなの？ここら辺の中で。ライ、あ、やべ、もう顔映る、顔映る。あ、顔映った。悪い、顔映ったわ。悪いな、多分暗かったからよう見えてへんや。多分大丈夫や。多分、暗かったら見えてへんねん、おそらく。先生、カラス危ない、カラス危ない。カラス？一回カラスに襲われたところを殴り倒したいね。一回カラスに襲われてみたいな。殴り返してやりたい。バシーンって一発さ、こうさ、頭にさ、顔面バシッとさ、さ、殴ってさ、見たいね。何が好きかっていうか、ぶっちゃけアシカとかが可愛いんちゃうか。アザラシとか。アザラシとか、ジャイアントパンダはまあ、確かに一般的に可愛いかもな。ペンギンも俺好きやけど、ペンギンは好きやけど。ハシビロコウとか可愛い。オカピ。逆光がやばかったから見えてないらしい。
カンガルー。なんか変な雲いるんやけど、ほらほらほら、これこれこれ雲やで。なんか変わった雲いるな。これ毒蜘蛛じゃないやろな。あ、やべ、殺しちゃった。ごめん。しまった。毒蜘蛛だと思って殺しちゃった。あ、そこそこそこか。うわ、なんかあれだな。俺のあれが、毛が反応してる。なんかね、あの、すね毛とかあるとな、すげえそれに反応すんねん。こう、ピクピクってこう、動くと、あ、ここにいるなみたいな。これなんかいるなみたいなのが、わかんない。今ここやから、ここでトイレ入っ、トイレ行く？まあ俺は園内でも迷う自信はあるからな。今日見とかへんと完璧に迷うで。あーでもここ障害者用トイレないわ。ここそこ別のとこ行くか。別のとこで障害者用トイレが、あ、ここにある。ここにあるから、こう行ってこうや。モノレールの駅にある。迷子のお知らせはされません。なんか忘れてる、また。あ、いいで。こっちを下ります。大丈夫か。17時閉園ですね。あと2、あと 1時間ぐらいしかない。うわ、アフリカゾウがいる。あれインドゾウかもしれん。アフリカゾウかインドゾウがいるぞ。あ、ギリギリまでいるぜ。この量やからまあさばききれんやろな。おそらく17時ぴったりにはさばききれんから、多分30分ぐらいあれやで。みんな出し、あの、バイバイするのにはあれ時間かかるで、おそらく。でも、あ、空いてるかな。ちょっと女子トイレ空いてるかもわからん。ちょっと行ってみる。結構女子トイレって混んでたりするからな。混んでたりすると、あ、大丈夫っぽいな。うん、タオルの後ウサギ大丈夫。パパはいける。あ、割と並んでっけど、そんな並んでない。いけるわ。俺もトイレ行こう。あれ、ここにあんじゃん。まあ、ええか。男子トイレには入れません。何がやったん。何がやったんですか。
今日は決めるんですか。さすが男を見せてもらいました。やりましたね、ユッキーさん。今日は頑張ってください。応援します。ありがとうございます。大丈夫かな。かゆっ。めっちゃかゆっ。かゆっ。すっげーかゆっ。生きる希望です。あと1時間や。まあ1時間あればさささささーといけばまあ大体見れるやろ。さささーといけば大体見えるよ。てかまさかのさ、あのさ、五重の塔があると思わへんかっただよ、お前。まさかの。上野動物園の園内に五重の塔があると思わへんかったの、さすがに。俺の今まで全然知らへんかった。あ、入場無料です。入場無料。ただ。ただより高いものはない。つまりお前らより高いということ。あれただより高いものはないってよく言うけどさ、あれどういう意味なの？誰かさ、物あのどういう理屈で言うてんのかささっぱりわからへんねん。何言うてんのって話やねん。それどういう理屈で言ってんのあれ？ただより安いもん、じゃあ高いものはないっていう。意味不明なその理屈、どういう理論やねん。それが分からへん。めっちゃあれやな、出てこへんな。あれその理屈誰か説明できる？それ誰か説明できる？出てこへんの。今なら無料だよ、寄っていきなよ。ああ、そういうことか。いわゆるタダで釣っといて、タダで釣っといて後であれする、あれパターンか。割と混んでた。てかそこにな、あったわ、普通に障害者トイレ。あれ何や、あれ。お呼び出しをいたします。オプションがつくやつ。山口あかりちゃん。うへー、でけー。やっぱ間近で見ると絶対全然でかいな。あの想像とは違ったな。俺の身長用の2倍ぐらいあるな、普通に。俺の身長の2倍ぐらいあるわ。すごいぞ、おい。お前ら間近に見たことないやろ。バカどもめ。バカどもめ、ゾウを間近に見たことあるまい。
うへ、ケツ叩いてるわ。すげえでけえな。ひえー、でっけえ、超でけえぞあれ。手に見て、尻尾見て、尻尾、尻尾見て。ほぼほぼすごいなこれ。はあ、うひゃー。あ、なんか尻尾と鼻つないでんぞ、手つないどんぞあれ。手つないでる言い方はあれやけど、尻尾とお前は掴んでんぞ。うわー、すごい迫力だ。でけえ。ほら、尻尾鼻で掴んどんね。はあ、でっけえ。いや、これは体重何トンもあるって。体重10トンぐらいだっけあれな。嘘でしょ、象に乗ったこと。え、象に乗ったことないのって。ねえ、誰があるんだよ。ひえ、あれはすげえな。あ、あっちは牙生えてるやん。あれ、あっちがインド象だ。あの、牙ないやつはおそらくインド象で、牙あるやつはあれアフリカ象やで。あ、多分その違いやろな。あの、インド象はあれやな。あの、ポケモンのあの、あれで出てくる、インド象何体分の体重があるだとか、なんか、あの、ポケモン図鑑で出てくるやつ。なんか説明で、あの、インド象が、あの、踏んでも壊れないとか、意味不明な、そういう、クソみたいなポケモン図鑑の、あれでな。なぜかインド象基準のやつ。ああ。しかもアジア象だってよ。お前、インド象でもねえし、アフリカ象でもねえよ。アジア象らしいぞ。アジア象らしいぞ。そう、インド象も2秒で倒れると。お、叩いてんだけど。お、こら、出せーみたいな。おら、おら、出せーこらー。ひえー。あんなフルパワーでやったら、体当たりされたらもう、あれやぞ、あんな。ひえー。本当にガチで開けようとしてないけど、あれ。あれ、ガチで開けようとしてない。あ、やばい、電池残量あと 15%。やばいな、充電しながらちょっとあれするから。ひえー。マジ暴走したら大変なことになるぞ。マジエヴァンゲリオンの暴走とはえらい違いだ。あれ、どこ行った俺。てってけてーん、バッテリー、スーパーバッテリー。アジア像は、屋内側でご覧いただきます。だってさすがユッキー準備がいい。もうすでに1回マックスまで充電してねえ。昨日のお前酒配信ではお前あれやぞ。昨日の酒配信では完全にあの電池使い切ってんねん1回。じゃん。スーパー充電しながら。ん？昨日は帰ってない。昨日で止まって。行くか。あっち左、あっちね。あっちにもゾウ見れるらしい。昨日俺、あの、カプセルホテルに泊まってたよ。4000円の、一泊4000円のカプセルホテル。しかも、あれやで、二段ベッドやったで。二段ベッドみたいな、クソみたいな。なんか上のやつがさ、すげえうるさくてさ、ギシギシ言うねん。
そうるさかったね、あれ。あの上のさ男はさ、なんかさ俺にさ逆ギリしてんのがさ、やけにさあの音立ててくんねんな。おおおおおお、あー見える見える見える、どっこらしょっと。二段目に他の、そう二段目に他の、むむむ、なんか反射でよく見えへん。ああいるはいるんだけど、いるはいるんだけど光が反射してよく見えへん。ああいたいた、でけえ。やっぱ俺の体長俺の2倍ぐらいあるな、体長俺の2倍ぐらいあるな。お、食っとる食っとる。ははあ、器用にやるもんだね。かゆ。ああ、携帯電話落としちゃった。今でも、今なんてガキでも持ってるからな、携帯電話。ガキが適当にあれして落としたんやろ。もうあれやで、個人情報、個人情報とかパスワード満載やで。もうパクったらあれやで。ピポバババで、お前、あれやぞ、まあ、あのブランド物のバッグとかを大量に買って、お前あれすね。全部あれやから。パクったら大変なことやろ。ちょ、こっちはよく見えませんので、左に移動しましょう。これがアジアゾウ。インドゾウではなかった。アジアゾウらしい。ゾウめっちゃ使ってたな、三国無双。すごい。あ、でけ。うひゃ、でけえな。もうでけえってレベルを超えてるな。俺の想像ともっとでかかった。知らない。いや俺の想像よくははるかにでかかった。あーこれじゃ見えへんな。俺の顔見てたらマシやで。でちなみにあの背中が毛生えてんな。あのふさふさやで。インドもアジアやないか。まあそりゃそうやねんけど、でも基本的にアジアゾウっていうよりはインドゾウっていう方がなんかしっくりくるねんな。でっけえなあ。まあある種恐縮。いやあのアジアゾウはあの牙がないで、なんだっけ、何ゾウだったっけ、アフリカゾウか。アフリカゾウはあの牙がある。一発でわかる。よし行こうか。あすいません。行くで行くで。こういう時あの家人混みが邪魔やろ。だからこういうの時にここら辺にあのヘルプマークをピッてつけとけばみんなあれやねん、こう下げてくれるからこう波ができんの。本当にお前大丈夫か、その手じゃねえ腕。大丈夫ない。これちょっとこれ映してみようか。ほらほら青ざんでんねん。これ俺があれやったん、 DV やったんじゃないで。俺が DV したんじゃないで。だからこいつが勝手になんかな、あの謎で、謎の謎ですって言ってた。もうそもそも謎です。ちょっとそこで休憩すんぞ。なんか勝手に自分で DV しよったんな。自分でな、自虐しよってんこいつ。
ド M すぎて自虐しちゃってん。子供でもこんぐらいのデカさがあるってことやな、子供でもまあまあ俺のこんぐらい、ここの顎の高さぐらいまであるってことや な、 あんだけあるってことやな、俺のここら辺の高さまであるってことや、相当や。謎の DV コン、これはなんや、牙生えてないからアジアゾウか。ちなみにな、あーでもちなみにでもね、あの自販機ほらなんかさ、海水浴とか言ってて自販機さ高かったりする。ちなみにこれが、これじゃない、そっちか、そっちが、あ、ほぼ変わんねえ、160円だと160円やから、なんか消費税で最近 5% か 8% 買ったやろ、あれで多分昔は150円やってんけど10円上がってんねん、160円になってるから、これ良心的やん。そう考えるとなんかここだから高いかなと思ったら、よくよく考えたら俺コンビニとかだとこれ買うけど、自販機であんまり買わないで、スーパーとかの方が100円とかで買えるんじゃないかな。だからそっちの方があれやん、経済的やね。牙で見分けられる、うん、でも子供の時牙ないんかもわからへんしな、それはわからへんな。手が本当に晴れてよかったで。いやだから俺晴れお、いや俺は雨男なんやけどな、俺本当は雨男やねん。俺大体な、よっしゃ行くでーっていう時な、雨降るからな。いやー疲れた、さすがの俺も疲れた、足が痛い、痛い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 。あんまり薬効かへんねん、クソクソ医者マジで、あれ破いちゃうかあいつ。なんかいいのかな、猿が落とす、猿、後ろに猿が落とす。てかここで、あれ、あれが、ん？なんだ？なんか今、ビタッて当たった今。園内マップを見る。めちゃくちゃやん。ほら、ここの今の日本猿とか。ここで、あれ？あ、ここ？今ゾウがいたから、ここ今これこれにいるの、ここにいるの、後ろに猿がいるの。まあ猿なんてほとんど人みたいなもんやから、まあ見たらってもない、見なくてもいいもんな。やっぱホッキョクグマだよな。なぜかホッキョクにいないホッキョクグマだよな。なぜか、謎やな。なんでホッキョクグマは北極に、いないくせに北極熊なのってな。でもそんなに結局あれなのかな。まあ俺の予想やで、すっげえクーラーをガンガン効かせてマイナス、まあ冷凍庫みたいな感じ、冷凍庫的な感じで、冷凍庫みたいな感じであれしてんのかも。冷凍庫みたいな感じで、まあ、いわゆる屋外にはいない、室内で
クーラーガンガン効かせて、それをこういう感じで見るのか、はたまた完璧に屋外にいるんやったら、ってちょっと不思議やねんな。インドゾウもインドじゃないのにいるやろ。室内冷凍保存されるかもわからん。サルはお前や、ボスザルを探せ、人みたいなもんわらわら。インドゾウもインドじゃないのにいるやろって、それそうなの？でもインドにいるからインドゾウじゃないの違うんですか？それ俺知らへんな。インドにいるからインドゾウだとか思ってたけど違うんかな。インドじゃないのにインドゾウでしたみたいな。じゃあそれだったらお前全般でアジアゾウでいいじゃん。インドだってアジアのあれやから、全般的に見てアジアゾウでいいねんけど、多分最初に発見されたのが結局インドやからインドゾウなんやな。秋田県は秋田県じゃなくてもいる。それ面白くねえぞ、それそれ面白くないよ。それ面白くないぞ、それ。お前なんか本気でボケたつもりかもわからへんけどな。それどういう意味？ちょっとそれボケになってない、そもそもボケになってない。本当はね、秋田県って読まないで、これ犬って読むね。秋田犬って言うねん。だから秋田犬は秋田県じゃなくてもいるって、もうただの正論やで、それ。もうギャグじゃなく、あ、ただの正論。あ、それが正論。もうそれ正論だわ。それは正論だな。だってさ、犬なんてさ、割とどこでも、まあ、あったかければ割とどこでも育つやろ。でも、北極熊ってのは基本的に北極にいるから、その寒さに適応して、毛とかが、まあ、厚くなったりとか、太い毛になって、結局、それで暑いところとか存在しないんかなと思ってたけど、ちょっと行ってみるまでわからへん。あと40分。今、4時20分やから。なんかまだ今、胸がイガイガする、イガイガ違うな、ムカムカすんねんな。昨日食いすぎた、ニンニクとか食いすぎたかもしれない。ニンニク揚げとかあって、食いまくってんで。ニンニク揚げでうまかったんやけど、ただそれにダイレクトに、それだけ食ったんじゃなくて、もうガチで10杯ぐらい酒飲んだから、それの化学反応でなんか、おかしくなったかもか。いや、ニンニクで精はつくのかな。ニンニクで精がつくかは知らへんけどな。ニンニクじゃなくてあれやろ。あれ何で精つくんやったっけな。ニンニクで精はつくっていうか。さてはまた肺に穴開けた。俺昔カラオケでな、6時間か7時間ぐらいぶっ続けで一人カラオケして、ここにな、左肺が穴開いちゃって、次の日に。で、息が吸うのが結局その肺に入ってそこら漏れてて、ここら逆に圧迫して、この肺と内臓の間に空気が入っちゃって、膨らまなくなっちゃって、で、それで手術したことあんねんけど、2週間ぐらい全身麻酔で、ここら辺にケツのね、あたりから、脊髄にかけて注射して、治したけど、今でもここら辺に跡がね、穴開けた跡が3個ぐらいこうってあって、手術、3つ穴開けて、そっからこう、ピンセットみたいなの多分手術したんやろと思うけど。それの縫い跡がまだ未だにあるけどね。だからカラオケはあんまりね、あれトラウマなんだよ。だから昔は好きやったんだけどね、1日80曲ぐらいね、ぶつづけて歌ったんですよ。そしたらね、
あれしたい。で、病名が自然気胸っていう病気やねんけど、自然になるものなんらしいんだけど、いや、どう見てもカラオケのせいでしかないだろ、これって。どこが自然やねんと思ったけどな。一応自然らしいけどな。苦しい。あ、痛い。大体痛い。息を吸うとね、肺に、ぐさぐさぐさって、トゲが刺さったみたいな、こう、痛みが、吸うたびに来んねんけど。で、しかも、なんか、で、結局、一回の吸い込める量が少なくなっちゃって、何度も、ってやんないと、酸欠になるっていうか、まあ、息が詰まるっていうかな。苦しいよ。全身麻酔したことある。ケツのね、上あたりにね、ぶっとい注射刺して、で、刺さったなと思った時痛かったんやけど、もうそっから、5秒後ぐらいに、意識が飛んで、で、パチって目覚めたら、ベッドの上やって、こうやって寝てた。みたいな感じ。だから、何が起こったかもわからへんけど、で、体中になんか、こう、管がいっぱいついてて、こうなって寝てて、は？お、点滴とか、なんかいろいろあるね。しかも、カテーテルも入れられたし、チンコにカテーテル入れられたし、下手すると酸素ボンベずっと持ち歩かないといけないかと。あれ、それでね、その、気胸っていうのは、左気胸と右気胸っていうのがあって、それが同時になると、まあ、どっちも、まあ、片っぽだったらまだいいねんけど、まあ、同時になることはまずないんやけど、まあ、同時になったら、もうやばい。死ぬかもしんないみたいな。病気やって。でね、この手術で、なんか、サインみたいなの書かされて、あなた 0.05% ぐらいの確率で、死にますみたいな。それでも、ね、手術しますかみたいな、同意書みたいなの書かされたから。あ、やばかった。あの時 0.05% 引いてたら死んでたで。危ねえ。大体こういう 0.05% って低いと思うけど、意外と、あれやからな。そういう悪い確率は意外と引いたりするもんよ。ああ、疲れたなーにしても。くそ、かい。ああ、かい。うわ、ほんとに刺されたな。かい。あと35分で行きますか。もうその先に多分あれがあるから、モノレールがあるわ。そっちのモノレール乗ってあっち側に移って、ちなみに確か日本で一番短い距離のモノレールらしいな、そこは。あれ、これ、ここ、北極熊ちゃうか。そうなってる。この見た感じ。この感じ。あ、ん？猿だ。猿だった。全然違う。猿だ。日本猿だ。猿は怖いらしいからな。集団で襲われると、やばいらしい。猿の体重計だって。はぁ。なるほどね。猿の体重計らしいぞ。
猿。日本猿や。これ逆光で見えへんかもわからん。これ見えてんのかな。だいたい逆光で見えへんかもわからん。これお前ら見えてんのかこれ。暗くて俺には見えへんねんけど。もう本当に入れ墨みたいになったんだこいつな、これ。ほら。入れ墨やで、入れ墨。ほら。見て、この入れ墨みたいなの。最初、うわぁ、こんな入れ墨入れる女来たわと思ったの。最初。お、8.8。え ?8.8 キロ。8.8 キロ。そんなことないよ。8.8 キロっておかしいだろ。あ、どうだろう、わかんねえな。あの大きさで 8.8 キロ、あ、でもそんぐらいか。俺あの5キロのあの米買うけど、5キロの米と 1.5 倍ぐらいやろ、うん、まあそんなもんか。5キロの米の 1.5 倍ぐらいの 1.6 倍ぐらいか、 1.7 倍ぐらいか。あ、うん、猿猿、まあ、猿は大した迫力ないか。やっぱ北極グマや。4時半、あと30分。絶対5時と言ってもあれやろ、みんなどっか絶対いるやな。残り30分やで、あんだけ大量にいたのにさ、みんなさ、はい出ましょうねとか言ってるの、もうあれじゃん、なんだっけ、羊飼いのさ、なんかさ、こうブワーって羊を誘導するかのごとく。あれこっちか、あ、北極グマ、北極グマ、こっちは北極グマやらしい。これ下り坂やで、これ下り坂やで、俺が押さえてやるけど、基本あれやから、俺が全部押さえてるから。まあでも階段よかマシやろ。ホッキョクグマとアザラシの海。アザラシか。個人的にペンギンとかみたいな、ペンギンとかな。やっぱ室内、え？違うのか。いないな。ちょっともうちょっとあっち行って。ホッキョクグマ。2つの運動場を行き来してる。こちらにいない場合、左の運動場に行ってみて。室内じゃないのか。こっちにもいないわ。声が出なかったの。
行こう。なんだよ、雲の横のさ、今日だね。大阪。え？もうみんなも。ん？なんだこれは。熊さんがいないぞ。これは熊ったなって。あ？一人だけ笑ってるやつがいるわ。それは熊ったな。え、なんかこっちあれか、ループしてんのかこれ。あれ？螺旋型になってる。車椅子、ベビーカー、通り抜けできません。閲覧後は、ちょっと行こう。閲覧後は U ターンしてください。お、北極熊だって。いないぞ。北極熊いないぞ。でも完全に上はあれやからな。外やで。また不思議なものや。温度差あっても普通に生きれんのか。これこっちちゃうのか。これちょっと待って。待って、ちょっと待って、ここで止まれる？ちょっと確認してくる。ははは。じゃあ行けへん、階段になってた。バックです。ちょっとこれ反転して。あ、どうしたらいいの？ちょっと待って。ちょっとここら辺で止まろう。ここら辺。あと25分ぐらい。はは。こっち行った方が良さそうやな。あっち行くと別の道になる。なんでどこにもいないんや。まあね、確かに。あっちの方行ったんかな。分からへん。上り坂です。まあでも北極熊といえど日本に生息できるちゅうことか。生息中よりは普通に常温に適応できる。こんなクソ暑いのにな。
回ベンチ座る。ここ座ろう。痛いよ痛い。モノレールか。モノレール、モノレールだ。なるほどね。はい。ちょっと持ってて。ちょっと、俺ちょっとか、あの、やることあるから、ちょっと、あの、お土産買ってくるからさ。ちょっとここにいて。よし、誕生日プレゼント買うぞ。明日誕生日らしいから、彼女が。彼女が明日誕生日らしいから。誕生日プレゼント買うぞ。おい、おめえら。おい、おめえら。聞いてんのかいよ。おい、おめえら、聞いてんのかいよ。何がいいか見繕ってくれよ、お前ら。え、なんか金閣寺みたいなやつがあるんだけど、あれ金閣寺か、あれ、まさかの。まさかの京都の寺の金閣寺がここにもあった。まさか上野動物園何でもあるな。何の病気や、2級やで。身体障害者2級やで。俺よくあれ1級あれやで。ひどい病気やで。あのあれやって、1リットルの涙のあの病気やって。多分おそらくここだけの話、一生治らん。一生治らんで、上にあと20年後ぐらいに、多分10年後ぐらいに死ぬ。おそらくあの難病すぎる。難病すぎて、あの確実にあの死亡率 100% 死ぬぞ。死亡率 100% だ。10年後ぐらいにあの衰弱してて死ぬらしい。これとかいいんちゃうか。あ、見えてない。これとかいいんちゃうか、普通に、ほら。うわ、これ超いいじゃん。ほら。これよくない？これ。ビッグマグ。ビッグマム。みたいな。ビッグマム先輩じゃないですか。うわ、父でっけえ、マジで。何がいいと思う？おい、おめえら何がいいと思うんだよ、おい。
やっぱマグカップか、さっきのビッグマグでいいか、ビッグマグで。俺のスーパーユッキーアイによると、ビッグマグがいいらしい。それともなんとかアクセサリー的な。危ね、マグカップ買ったで、マグカップ買ったで。あと13分しかないね、これやべえな。
アクエリアス飲みなされ。よっこいしょっと。トイレ行く？うん。うん、暑いな。もう出口行かんな、間に合わないか。もう間に合いません。無理です。無理です。無理。誰か送って。無理やから。あの、バギーカーで。バギーカーまで出口まで送ってや。あ、やばい、あと10分だ。あれ違った。よし、じゃあトイレ行くでいい。あ、やばい、変な音楽流れてきた。変な音楽流れ始めた。なんだこの悲しい音楽は。あれじゃん、普通さ、あのタン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 じゃないの。あれがなんで、あの閉店間際に流れるかよう分からへんけど。みんなこっち引き返してくるぞ。まさか。モノレールは？まさかこのモノレール終了した。ゲゲ。ゲー、乗りたかったのにモノレール終了してんやけど。本日モノレール終わりましたって書いてある。はあ、お前。閉店までやれや。なんだ本日モノレールは終わりましたって意味がわからねえ。ふざけやがって。あそこトイレあるから。あそこまで行くて。ごめん。終わってんじゃん。こっちから帰れないんじゃないのか。まさかみんな引き返してくるってことは、絵がこっちには出口がないというパターンじゃないのか。あ、そっか、本来モノレール行ってその先で出口やねん。だからモノレールがないっていうことは、まあ引き返すしかないっていうことやね。またまた。こっち、そっち、そっち。そっち。
俺っちもトイレ、トイレ行った。ジョボジョボタイム。最近あれなんだよな、最近さ尿さ尿漏れが激しくてよ、最近尿漏れが激しくてさ、ハルンケア飲んだ方がいいかもわからん、マジで。尿漏れ&あの洋式じゃないと出ない、尿が出ない、あのやばい、ハルンケア飲むしかない。はい、閉めなくていい。もうみんなくつろいでんぞ。じゃあ帰ろうか。絶対みんなこっち行ってるってことはあれやで。くそやらかしたな。いや俺の寸法ではモノレールに乗ってあっち側の出口で帰る予定やで。まさかのモノレールやってませんとか、わけわからん。
あっちに向かってる人間もおるな。ちょっと待って待って、いやでもみんなこっち行ってる、こっち行こう。また来た道全部戻るのかよ、かったりな。できる。入ってみてください。